皆さんこんにちは、こんばんは。いらっしゃいませ。買っちゃいました。スーパーマリオメーカー2というゲームなんですけど、私は今までスーパーマリオメーカーやってなかったんですよね。全くやってなかったので、まあクソ雑魚なのは多分皆さんにすぐバレると思うんですけど、今回のね、プレスよいしょ、この遊ぶモードにストーリーモードというのが追加されたんですよ。まあ、クソ雑魚の私でもストーリーモードから始めれば、もしかして世界のコースに挑めるようになるんじゃないかなと思いながら購入させていただいたので、早速じゃあ今日はストーリーモードをやっていきたいと思います。楽しみ。めっちゃ久しぶりにマリオやる気がする。なんかお城を修理するみたいな話らしいんですよね。作りかけなのかな、これが。ははは、キノピコ親方。見かけによらずあんたが親方かい。マリオさん、あと少しで完成です。さすがキノピコ親方のデザイン、これならピーチ姫も大感激です。もうあんまり変わり映えしないようなお城ですけど。で、何、待って、受付でさ、受付キノピオ、キノピオ受付、受付キノピオと大工のマリオってもう完全にさ、主従関係的には私下だよね。マリオ一番下だよね。あ、リセットロケットが置きっぱなし。アホ。親方早く片付けないと。もうこれ絶対誰かが押すでしょ、絶対誰かが押すでしょ。誰、何これ、この絶妙なブサイク。なんかパソコンのアクセサリーのペイントで適当に描いた犬みたいな。あ、もう絶対押しましたね。今わずかにコントローラーが震えました。しかもこの犬さ、アカウントダウン始まってる。もろっ。めちゃくちゃもろいじゃん、城。ちゃんと立ててたの？いや、この犬、あの犬さ、なんか、あ、間違えて勢いで踏んじゃったみたいな感じじゃなくてさ、結構わざとっぽいよね、あの押し方。あの押し方絶対わざとだよね。もう悲しんでるわ、みんな。悲しい。ピーチ姫のお城が、急いで立て直さないと。でも材料を買うコインも使い切ったし、どうしたものやら。なんか選択ができるけど、任せて、なんとかするよ。マリオ、お前ええやつやな。もう得積みすぎな人生なんだろうな。任せて。マリオさんがコインを集めてくれるんですか？マリオさんが協力してくれるなら、前よりもっと大きなお城を建てられますよ。いやいやいや、もうさ、付け焼き場なんだからさ、そこはあんま贅沢言わないで建てよ。コイン集めのことなら受付キノピオが詳しいです。まずは受付キノピオに話を聞いてみてください。わかりました。ちなみに、あ、職をなくした人たち。あー、お城が、どうしましょう。せっかく頑張って建てたのに。あ、犯人。ドゥー、アンドゥー犬。アンドゥー犬って何？わざとじゃないドゥー。心の声入れるな、心の声を。この先は別に何もないのかな？なんかいるわ。なんかいるけど、別に話しかけられないのか。何これ？まだ関係ないのかな？じゃあちょっと、受付キノピオに話しかけに行きますか。と見せかけて、こっち側もちょっと走っていきたいと思います。寝てる。もう食べれない。可愛いけど、あっちにコインがあるのに。そのうちなんかあれかな、コースをクリアしていくと
力を得られるのかな。マリオさん、あ、待って、もう声忘れちゃった。親方とのお話聞いてましたよ。今まで私たちは世界中のお願いを叶えて、そのお礼にコインをいただいていました。普通にお給料ってことですね。そのいただいたコインでピーチ姫のお城を作ってきたんですよ。お前らなんていいやつなの。自分たちの給料のことは考えないのか。でもそのコイン集めをマリオさんにやっていただけるなんて勇気100倍です。では早速ですが、クリボー大好きおじさんのお願いです。誰まずはこのお願いにチャレンジし、クリアしてお礼のコインをいただきましょう。あー、なるほどね。あの、なんか後ろにある紙がなんかクエストみたいなやつで随時追加されていきますみたいな感じか。はい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 。坂道越えてゴールを目指せ、星1。クリボーでいっぱいのコースを作ったぞ。お礼を用意したから誰かゴールするところを見せてくれ。コツは下り坂で L を下に入れ、滑ってクリボーたちを蹴散らすこと。お礼100コイン。はい、お願いします。もう声が全然わかんなくなるわまあさすがにね、さすがに第一ステージは大丈夫ですよ。いくら下手くそだとしても。ウェイ、サンキュー。あ、めっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちいいね。あ、しかもめっちゃコインくれる。ウェイからの、あ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 、これ気持ちいいやつじゃん。なになんか見えたんだ。あ、待って、下手くそ、もう早速下手くそ。ここら辺できっとなんか出てきてくれるでしょ。出ないわそんなに甘い世界じゃなかったわあ、1キャップかーい。でもあれかな、このさ、ストーリーモードだと1キャップとかは結構関わってくんのかな。あー、フラワー、フラワー。おー、危ない。あ、なんだ、こっち行けるな。これもしかして隣の青い土管から出られる的なやつかな。やったぜ、メダルが見えましたね。はい、センキュー。ほい、このメダルとかももしかして関係あるかもしれないから、ちょっと多めに取っておこうかな。はい、ありがとうございます。さすがにね、さすがに1コース目は死なずに行きますよ、私でも。まあ、もうちょっと早く上がれるんだろうな、みんなだったら。はい、あ、やっぱプツって言っちゃった。追加されるんだね、プラスされるんだねって言おうとしたらプツって言っちゃった。手に入れたコインはキノピコ親方のところに持っていこう。無慈悲ですね。私の取り分は全くないということでしょうか。マリオさん、どこ行ってたんですか。いやいやいや、働いてたんすよ。あ、コインを集めてきてくれたんですね。その通り。ここで一旦渋ってみようか。集めたけど自分の取り分は欲しいよ。もうもったいぶっちゃって。じゃあそのコインでお城を作り直していきましょう。その場で。まずは土台を選んで発注してみてください。発注。じゃあ本当に作っちゃいます。いいえごめんって、ごめんって。作ろう、発注しよう、土台。はい、行きます。オッケー、それじゃあ工事スタート。だいぶ持ってかれるな。すごっ、これなんか時間が必要とかあるのかな。早速土台作っていきますね。そうそう、お願いを叶えると工事が進みます。なのでどんどんお願いを叶えてくださいね。あ、新しいお願いが3つ来てるらしい。さあマリアさん、お願いを叶えてください。の前に、受付キノピオのワンポイントアドバイス。パチパチパチいるいる、そういうやつ、パチパチパチっていうやつ。お願いには何度でもチャレンジできます。コース内で手に入れたメダルは、コインは持ち帰れる。なるほど、5本。それでは改めまして、マリアさん、新しいお願いが来ました。なるほどね。だからこのクリアした坂道越えてゴールを目指せもまだできるってことか。使いこなせオンオフスイッチ。叩くとブロックが出たり消えたりするオンオフスイッチを使いこなすんじゃ。わしなりにいろんな使い方を考えてみたぞい。これを読んだお主、バッチリ最後までいけるか見せてくれ、仕掛け博士。それでは行ってらっしゃい。行きますか。まあ、軽く行かせていただきますよ、仕掛け博士。
まあ、こうやっていざなんか自分が作る時になったらこのギミック使おうかなみたいなのを教えてくれるっていうことですよね。あーなるほどねなるほどね。大きくなった意味が全くございませんでしたけど、まあいいでしょう。これが初心者ですよ皆さん。これがもう本当の初心者。ほらねほらね、こんなところで死ぬぐらいだもん。相当の初心者だと思わない？まあ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 落ち着いてくださいよ皆さん。よし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 、忘れてた忘れてた。もうこういうタイムロスが一番嫌。こういうタイムロスがもう一番嫌よ。はい、オッケー。わっ、ワン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 。あ、ワンワンそっちに行くんだ。おお、いいですね。そういう感じで倒すことも可能なんだ。で、ちなみに言うとここがないと上には上がれないから、ほいほい。いや楽しいね。でもすごいすごいすごい楽しい。なんかこういうの使って確かにやってみたいな。すげえ、ちょっと、なるほどね。はい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 、ま、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃんこの感じで。多分こっち行ったらちょっと戻るところの土管から出られるわけではない。なるほどなるほど。わっ、あースターが、スターがあんなところに。なるほどね、わかったわかった。これもう一回できるかな。もう一回やりたい、もう一回やりたい。できることならばもう一度あなたに会いたい。あ、めっちゃいいめっちゃいい、さすが。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。え、あ、これなきゃどうせ前に進めなかったんだね。なんだ、どうせ必要だった系のやつか。おい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 、来いとは言ってないぞ。なるほど、これでやってもらう系ね。面白い、すごいタイミング、あ、すごい面白い、すごい、もうすごいしか言ってないわ。すごい面白い、すごいって言ってるわ。語彙力のなさ。いや、自分でコースも作ってみたいな。でもこれあれだね、ちょっとちゃんとギミックを知ってないとダメですね。お、 1% たった 1% の勇気ですよ。工事の進み具合はこんな感じです。 1% なんやろ。ただいま工事中です。どんどんお願いを叶えてきてくださいね。了解です。土台の完成が楽しみですね。あとは私たちに任せてマリオさんお願いを叶えていってくださいわかりました。じゃあとりあえずお金を貯めたとしても、お金を貯めたとしてもなんか待たなきゃいけないんですね。ヘロー 3D ワールド、可愛い木を一平植えたんだけどよ、木は L で登れっから誰かゴールしてみてくんねえかな。ちなみにこのパックンフラワーは踏んで倒せっから、農家のおばさん誰このシュールな名前。それではお願いします。行きましょう、軽く踏み散らかしていきましょうよ木を。行きましょう。せーい、なんだこの虫。この虫も一応倒せるんだよね。あ、待って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 、よそ見してたから、今のはよそ見してたからごめんだから今のはごめん。はい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 、これ踏んで倒せるんだ。あ、踏んで倒せるのか。そしてこの木は登れると。はい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 、なるほどね。こんな木見たことないけど、ちょっとちょっと下手くそ下手くそなのよ本当に。全くもう
あ、でかいね。でかいね、あんた。はい。2発で死ぬと。ほい、ほい。ん？これはなんだ？ここ、どうやって上がれるんだ？下に下がれるわけでもないと。はい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 。これでいいのかな？これ本来の、本来のコースなのかちょっと謎ですけど。ダッシュして、ほい。あ、やった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 。あー、別に、あ、はい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 。で、ここ一旦ちょっとコイン、コイン必要だからね、このゲーム。死ぬんかーい。普通に死ぬんかーい。え、どうやって取るの、ああいうの。いや、兄さん、クリアできないときは僕のお助けパーツを使うといいよ。もうそういう作戦じゃん、完全に最初から。お助けパーツって何？マイナス？うわ、ブロックとか使える。なるほどね。こういう風にして置けるんだ。もうちょっと下か。でもそういうことができるっていうことね。そっち行くんかーい。いい、いい。これ取れないのかな。なんとか頑張って。うん、まあいいや、ちょっととりあえず諦めよう。勉強しよう、取り方。なんだこれ。すごい、こんなこともできるんだ。ほい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 。これはなんとかできるのか。おお。そしてこの蜂も倒して。あ、やばい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 。オッケー。え、取りたいなあれ。ちょっとさ、まだ本当にさ、操作がさ、追いつけてないからさ、見てる人には申し訳ないけど、サクサクはいかないんだわ、私。ちょっともう、この辺は適当に済ませていただいて。ほい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 。何この鈴。何、にゃうにゃうって。猫の効果は何。なるほど、横に攻撃ができるのか。すごーい。なるほど、面白い。普通にヒップドロップもできるのね。すごい、面白い。あ、ちょっとゴールしたいって。いけた。一番上じゃねえ。あ、やった、登ってくれた。ありがとう、優しいね、あんた。なんかおっさんの猫コスプレほど可愛くないものないなって思いながら見てたわ。よし、これでまたコインが増えましたね。お、土台が2つとも揃いました。土台完成。わ、なんか全然さっきと違うもの作ろうとしてる、この人たち。私のお金使って、怖い。この土台透き通るような白さでしょ？まるでは私の心のようです。いいからいいから、そういうのいいから。さ、次はいよいよお城を作っていきます。どっから作りましょう？いや足りないじゃん。どこも足りないじゃん。
頑張って金貯めます。新しいお願いも来ましたと。まずはじゃあこの3つ目のやつをクリアしていこう。砂漠の太陽あっちこっち、今日の砂漠の天気は晴れ、暑すぎて太陽が襲ってくるでしょう。ふふ、太陽が襲ってくるなんて素敵だと思いませんか。思いません。プロペラキノコを取ったら R で高く飛べるので、それで避けて進んでください。了解しました。難しさが星2になってきましたね。でも徐々に上げてくれるんだったら私でもまだやれる、私でもやれることがある。おー、太陽が襲ってきそうですね。あの太陽めちゃくちゃ可愛くないじゃん。おー、なるほど、そういう感じで襲ってくるのね。完璧に襲ってくるじゃん。どこで来る？どこで来る？オッケー、オッケー。よし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 。え？え、なんて？なんて？ R ボタンで飛べるって言ってたね。R ボタンで飛べるって言ってたけど、私にはその価値すらないということで、よろしいでしょうか。やな、このふわふわ来るの。あ、もう上にすら行けないわ。あ、来た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 。ありがとう。ありがとうありがとう。やっと飛べる。よし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 。これさ、でも無用意に飛んだらさ、ちょっとなんか、あ、かわいそう、あのクリボー。わ、もう下にコインとかあるけど、ああいうのはちょっともう諦めるしかない。諦める。よし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 。いい。はい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 、いいよ。うわ、これは危険オブザ危険じゃん。ですよね、そうなりますよね。もうこれは完全に、あーはん、よかった、いい。クリアしたんだったらもういい、クリアしたんだったらいい。いいよ。すごい拍手喝采だけど、後ろのやつは拍手してないから2人だけのはずなんですけどね。よし、じゃあ500コイン来たから、一旦400コインの左側、西館っていうところがちょっとリアルだな。じゃあ本当に作っちゃいます、お願いします。こういう感じのストーリーなのね。まあストーリーっていうよりはクエストっていう感じかな。西館1階の工事始まりました。緑のキノピオが担当します。じゃあどんどんお願いを叶えて工事を進めましょう。もう2コースぐらいいけるかな。ワンポイントアドバイス3って、その3ってもうワンポイントじゃないじゃん。お願いリストは LR でページを送れます。また Y で叶えてないお願いだけを見られます。ご本、それでは改めまして。ああ、なるほどね。こうしたら行ってないところだけになると。行ったり来たり、お化け屋敷、聞いて、最近お化け屋敷のコースを作ったんだけどさ、自分で作って出られなくなっちゃった。出られるはずなんだけど、不思議だわ。誰でもいいから抜け出してくれないかな。歌って踊れるイチゴ、あなたは一体どこからこの手紙を送っているの。では気をつけて。あなたは一体出てきてないはずですよね、その屋敷から。ちょっと寒い話ですね。ほい、あー、あそこに扉があるな。え、こっちじゃないの。いや、わー、追ってきてる。P スイッチが下にあるけど、とりあえずじゃああっち側から入ってみようかな。どこに出る、なんだ。なんだこのクリ野郎みたいなやつ。あ、ヨッシー、ヨッシーがいるとここを歩けるんですよね。え、これひたすら食べなきゃいけないのかな。めっちゃあいつ追ってくるけど、ほいはいほい、いいんじゃない。とりあえず、そんでもって P スイッチが、 P スイッチを口に含んだまま、間違えた、押すとそこに入ることができると。いいですね。最後まで一緒にゴールできたらいいな、ヨッシーと。
公式が作るやつなんだから、まさか置いてったりしないよね。え、怖い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 、そういう演出怖い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 、何これ、怖い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 、あ、やばい、難しくない？案外難しくない？これこの辺のやつとかも全部取れて、これ一旦戻ったらまた戻ってこるですね、ですね。でちなみにさっきのコインはちゃんとなくなっていると、すごい、あ、いいじゃん、いいところまで来たじゃん。ここまで来たからこれまた戻るんだ。うわー、もう絶対そうだと思った、これの繰り返しだ。なるほどね、正解の道を探して的なやつね。あれ？これ何ボタンでさ、これだ、よし、よし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 、いいいいいい、これどこまでいけるかな。よっよっよっ、結構コイン取ってきたと思うんですよね。あの P スイッチで出てくる扉か、すごい。でもこんな演出もできるんだね、このなんかちょっと画面が乱れるみたいな感じの演出。ここか、ここって言ってるね。あれ、見覚えあるよここなんか見覚えがあるよ。またここからやり直しなの？あれ？ゴールがある行ってよかったのかな？これでよかったのかな？私の人生って。私の人生って本当にこれでよかったのかな？ところで、屋敷から出られなくなったはずの人は一体どこへ？怖い話やめましょうか。なるほどね。あんまりだから、クリアする前に無駄がないようにストーリー進めていった方がいいって感じですね。地下室でコイン集めて、難しさ3か、ちょっと置いておこうかな。奥から登場マグナムキラーからいきましょう。ガッハッハ、ここはマグナムキラーに守らせることにしよう。ただのマグナムキラーではない、奥から来るマグナムキラーだぞ。しかしできたばかりだからちゃんと通れるか誰か確かめてくれ。匿名希望の父、クッパ父かなガッハッハって笑い声からして、多分彼でしょうね。さあ頑張っていこう。おー、すごい 3D、 すごい 3D 感、 3D メガネかけてやりたいもん。出た、またニャンニャンニャンコ、ニャンニャンニャンコでいこう。すごい、わお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 、ちょっとコイン欲しいんだわ、わてコイン欲しいんやわ。よし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 、はい、もう中間、早いね。あ、また鈴もらえる、ありがとう。はいはいはい、いきます。これなんかここをさ、なんとかして壊してもらうことはできないのかな、壊してもらうことはできないのかにゃ壊してもらうことはできないのかにゃ。やばい、こっち向かってる。よし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 、あー、ダメか、ほい。なんかかわいいね、クモと猫。このクモは別に乗ってても落ちるっていうことはないんですね。オッケーオッケー、いいですね。あ、びっくりした、びっくりした、落ちるかと思った、あー落ちるかと思った。いいよ、オッケー。でもなんかこの進み方できるから、そんな頑張ってジャンプとかしなくても、あ、そろそろ頑張ってジャンプしなきゃいけないかもしれない。あー、上と下同時ですか、上と下同時系のやつですか。そしたらじゃあ私こっちから行くよ、私こっちから行くから、あーんあんあーん、走ってこう、ほい。まあちょっとしょぼいけど
しょぼいけど、まあいいでしょう。まあまあいいでしょう。150、100コインだったっけ、ここ。ここがこれだけもらえたら、もう東側も解放できますね。東側解放してもらおう。よう。よう、姉ちゃん。こっち、本当に作っちゃいまーす。オッケー、それじゃあ、工事スタート。お願いしまーす。いいね、同時進行。いいよいいよ。あとは真ん中を作らせるだけか。結構どんどんやっちゃうね、これ。じゃあ、やっぱ難易度順でいきたいかな。シーソーを傾けて、シーソーのコースを作ったんだけど、ゴールできるか見てくれない？シーソーに乗ってる敵を打ち上げたいならヒップドロップさ。あ、ヒップドロップならジャンプ中に L だよ。体育の先生体育の先生、めちゃくちゃシンプルな名前じゃん。シーソーを傾けて、まあ今回はこのコースで最後かな。シーソーを傾けて、あ、でも傾ききらないところが優しいね、このシーソー。傾ききらないところが優しい。翻弄されてる。普通に翻弄されてる私。ほい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 。あれ、なんかあったような気がする。あー、なんかある、なんかあるよ、見えたよ。なんかあるけど、いけた。1キャップだった。ほい。おー、危ない。どっちに行けばいいかというと、こちら。どっちに行けばいいかというと、こちら。ほいー。走れ走れー。アウチ。ちょ、もう一回、ドッスン。ドッスン、もう一回。あ、もう一回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 。ごめん。あ、ごめん、ごめん。何度も働かせてごめんって。よし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 。やっとだよ。わお、でかいな。ここまで来ると可愛げも何もないな。っていうか可愛くない。ほい。あ、これ踏み潰さなきゃいけないのね。おお、これは、さよなら。これは、あれか。できたらやったらみたいなやつのおまけバージョン、おまけね。ほい。お、中間来ましたね。ありがたーい、ありがたーい。私は大きくなりたかったんだ。ありがたーい。はなちゃん、はなちゃん名前呼んだところでだよね。いや、確かに結構翻弄されるな、これ。これ結構難しいっちゃ難しいな。あーん、普通に失敗した。いいよー、まだやれる。私の力はまだこんなもんじゃない。お前らの力はまだそんなもんじゃねえだろ。あ、もう全花ちゃん倒していってほしかったんですけど、まあしゃあないね。あ、これもしかして、ちょっとちょっと、あーた、そんなところで邪魔なのよ。あーた、え、これどうやって回避でき、え、なるほどなるほど、まさかとは思いましたけど、そういうことですか。あー、しくったんこぶー、しくったんこぶー。あ、でもね、ちょっとずつレベル上がってきてる気がするわ、私のレベルも。ちょっとずつ感覚取り戻していこう。ちょっとずつね。よし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 。お、西館が完成しました。おめでとうございます。西館1階完成。あの扉とかの外装とか内装はまだなのかな。完成しました。見てください、西館1階ができましたよ。さあ、いよいよ本気出していきます。フレフレ、私フレフレ、お湯か
お前や。あ、そうだ、 R でお城全体を見渡せますよ。さあどんどん行きましょう。あー、西館一帯はとりあえずこの2つができるまではお預けなんですね。なるほど、わかりました。じゃあまあとりあえず今回はここまでにいたしましょうか。ご視聴ありがとうございました。引き続きストーリーモードこなしていきつつ世界にも挑んでいきたいと思います。さよなら。